はい、皆さんこんにちは。ギタリストの関秀樹です。この動画では僕の、録音機材をご紹介したいと思っています。今まさにですね、制作している曲がありまして、ベーシストにですね、ベースのレコーディングをお願いしてまして、今日あたり、今夜送りますねってきたので、多分もうぼちぼち、ベースが送られてくるんじゃないかなと。でベースをもらったら、いよいよギターのレコーディングをねしていこうと思ってますんで、いいタイミングだと思って、この動画を作ろうと思いました。では早速、僕のレコーディング機材ちょっとご紹介したいと思うんですけれども、まずギターがねあって、このギター、何に接続されてるかというと、このゴグダの、シバ、80W のスピーカーは2発ですね、入ってて、コンボアンプになってます。これに接続されてます。でアンプに接続されてるんですけれども、このアンプの音をそのマイクレコーディングしてるわけではなくて、スピーカーアウトっていう端子があるので、それをこのロードボックスっていうのに入力しています。でこのロードボックスっていうのを使うと、アンプの信号をそのラインレベルに落とすことができるので、このアウトをオーディオインターフェースに接続すると、アンプの音声をそのまま、レコーディングできるというふうになっています。ただ、この、今接続しているのはこの SAR のリアクティブロード IR ってやつですね。これ本当もうつい最近購入したばかりで、こういう、状況ですけれども、一軒一軒のね仕事を、クオリティ上げていこうと思いまして、今まではこの上にあるメサブギーの、キャブクローンっていうのを使ってたんですけれども、これかなりもう数年使ってまして、もう仕事でバリバリ使ってきたんですけども、これも全然いい感じだったんですけれども、さらにこのリアクティブロード IR っていうのはキャビネットのタイプも、選択できるタイプも増えて、かつIR っていうんですけれども、インパルスレスポンスってやつですね、その残響波形をこの中に16個読み込むことができて、よりこう、キャビネットを鳴らしてるような雰囲気で演奏できるので、より、いいねアイテムかなと思いました。オーディオインターフェースのユニバーサルオーディオのアポロ X6 と下側にあるのが、電源ですね。こちらが100V と 115V の電源を取れるようになっています。